どープガバリです。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、今回は、昨日のね、あれです、スニーカーズでね、あれが発売されましたよね。そうです、はい、堺のブレザーですね、ブレイザーかな、はい、発売されたんですけど、僕もね、まあ応募してみましたけど、結果の方は残念ながら落選でした。ということでね、はい、買えなかったんです。はい。ただそれの報告だけでございます。はい。ということで、それだけだと、つまんないので、本日履いたスニーカーはこちらです。ベン、ベン、ビーン、ビヨーン。ジョーダン1の白赤メタリックです。はい。こちらは、そうですね、2016年ですね。11月ぐらいに発売したのかな？あ、1月かな？まあ、そんぐらいに発売したものです。16年ですね。これね、確かだけど、俺ギャラリー2かな？なんだっけな。あと、それがナイキ原宿だったかで買ったと思います。で、多分これってそんなにね、殺到しなかったモデルだと思うんですよね。僕とかは結構おじさん世代の人は白赤メタリックとか、まあメタリック系。で、しかもまあオリジナルカラー、まあ当時のね、85年に発売されたオリジナルカラーなんで、まあだからこれね、おどうしても欲しいっつってね、すげえこう欲しかった一足ではあるけど、結構こういう白赤メタリックとか白コンメタリックって全然こうプレらないっていうのが、実際のこの現状で、まあね、でも僕はこれ今オリジナルカラーってのもそうだし、まあシンプルで使いやすい風味なんじゃないかなか。あとね、このね、20年ぐらい経ってくるとこの紐の変色が出てくると思うし、多分、まあ、わかんないです。あの素材がね、ちょっと20年前とかと20、30年前か、あ、オリジナルが発売したのと、まあこの紐の素材が多少変わってるかもしれないんで、変色しないかもしれないですけど、まあ10年後とか20年後ぐらいちょっとこの紐変色してたら嬉しい風味なんじゃないかもしれない、運転風味なんじゃないかな。これ今日まあ下ろしたというか今日初めて履いたんですけど、あのあれですね、やっぱりね、こう発売してすぐ履くのも、まあ、確かにいいと思うんですけど、発売して、2、3年後にこう、新品の真っ白い状態で履くってのもまた、僕はそれそれでね、僕の中でちょっとかっこいいかな、風味なんじゃないかな、ちょっと寝かせて履くみたいな感覚をね、僕は、あります。ということで、今回はね、まあ、残念ながら、堺の、ブレイザー買えなかったんですけど、買えた方おめでとうございます。ということで、今回は、堺のブレイザーの、スニーカーズの結果と、あと、本日履いたスニーカーを紹介いたしました。以上です。どうー。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひ、グッドボタンお願いします。以上です。どうー。